はい、2023年のトライトンボートのカラーが出揃いましたので、パッケージからですね、今回初めてですがカラー紹介してみようと思います。カラーは A から J まで10種類です。まず1台目、カラーパッケージ A ですね。カラーパッケージ A はどちらかというと従来のトライトンのイメージに近い、ソリッドの白に、ブラック系のフレークです。あのカラーの詳細はまたあのホームページで紹介しますので、そちら参考にしてください。続いてこちらがカラーパッケージ B ですね。最近のアメリカのボートのカラーというのは、以前と比べて随分かっこいいカラーが増えてきて、あのカラーパッケージからでも十分かなと思うカラー多いです。次、これはシルバー系ベースですね。シルバー系ベースに、赤のライン、レッドラインで、どっちもフレークです。まあ好みは分かれますけど、かっこいい色ではありますよね。続いて、これちょっとあの写真の種類が変わりましたけど、ファイバーグラスフェンダーとかを装備した時のイメージということで、これ 21TRX の画像を使ってますが、こちらもシルバー系のフレークに、これブラック系のラインですね。はい、次は、これネイビーですね。ネイビーフレーク。すみません、ちょっとカラーの詳細の名前を覚えられてないんですけども、昔からあるよりは結構深みのあっていい色です。落ち着いたカラーですね。はい、次。これはカラーパッケージの何番かちょっと忘れちゃいましたけど、これかっこいいですよね。これ、XRT でも従来モデルでも、TRX でも、カラーパターン自体は同じで、このブラックかなりいいと思います。次は、これ、グレーにブルーのラインですね。どっちもフレークで、ちょっとカラーセレクターで見ると分かりにくいところもありますが、フレークにブルー系のフレークで、シルバーのピンストライプですね。でこれも結構人気のある色になるんではないかなと思います。赤、これはね、ソリッドの赤ではないです。フレークですね。フレークの赤に、黒系のラインと。で続いて、これはチャコールなんですけど、これはアメリカで車とかでも最近人気のある、バスボートにもよく使われてますけど、ゲルです。フレークじゃないです。結構こういうベタっとした色が最近のトレンドだったりしますよね。でも、このパターンの、をフレーク化するとこんな感じという色で、これはまたファイバーグラスフェンダーとかパワーポールとかホイールとかついてますが、このようなパターン、これで10種類ですね。この10種類 ABCDEFGHIJ と。ただやっぱカラー分かりにくいので、あの右下の LINE で、お友達登録していただいて、あのボードご検討の方はそこでカラーの方をじっくりとあのやり取りさせていただいて、現物カラーも、今はあのメーカーがこうプレートみたいなのを作ってはくれないんですけども、写真とかでご紹介させていただきます。で続いて、日本でフュージョンで注文してもらうと選んでもらえる11色目限定3点の今年エディションブルーというのを、設定しました。昨年は、ガンメタベースの、グリーンのラインを入れてエディショングリーンというのをやったんですけども、それは3台とも、3台受注で3台完売して、今年2023年モデルとして、エディションブルーです。フュージョンのイメージカラーは黒とブルーなんで、この色は非常に過去にね、一回カスタムカラーオーダーで作らせてもらったことあるんですけど、かなりかっこいいので、それをイメージして、再現しました。今も受注を、今から開始するというような状態で、まだこれ今から注文するやつなんで、オプションとかも足してもらえますので、もし興味ある方いましたら、金額的にはウルトレックスのアップグレードがついて従来モデルと値段的には同じなので、ぜひご検討ください。